はい、皆さん、こんにちは。漫画家の新本慎です。アシスタントの斉藤です。S です。よろしくお願いします。はい、ということで、今回の企画はですね、みんな、どんな絵が上手い人でも、初めの一歩から上手かった人っていないんでしょ。ああ、そうだ、ね。今はプロとしてもう13、もうすぐ13年ぐらい。はいはい。まあもう今12年かな、うんうん。なるんだけども、まあいきなりプロだったわけじゃなくて、ちっちゃい時からの積み重ねで、どこかでプロになって、またさらに絵の上達を目指してってるっていう。はいはいはい、はい。一体プロって、どれぐらいの段階で絵が上手くなったのって。わかる？ああ。要はさ、私絵って一日一歩で上手くなっていくもんじゃないと思う。一日一歩階段を登っていくとかじゃなくて、はいはいはい、なんかね、全然描いても上手くならない時期。うん、と思えば、なんか一回描いただけで究極に上手くなる。時期、はい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 、と思ったら全然描けなくなってまた落ちる時期みたいな。だから、ね、そういうね、やっぱ登ってちょっと下がって登ってみたいな繰り返しだと思ってるの。だからなんか私の絵の歴史をみんなで見てもらって、あのどの段階で私がこう上手くなっていってるかを客観的にエスクとサイトに見てもらって、ね、いいね、そうすれば今頑張ってて悩んでるみんなも、あ、もうちょっとここで頑張ればこうなるかもみたいな、こう参考になるかなという感じの曲になっております。まあ、さらにね、あの二人が自分は一体どこのレベルの私になったら勝てるかなみたいな、わかる？あ、見てもらうのもいいかなと。あるかな？いや、ない可能性もあるよね、これ。まあ、まあ、二人も絵描き歴がね。まあ、確かに。まあ、ちょっとはね。ちょっとはね。だから、まあ、私に、最初の私には勝ってる気がする。もはや先生、生まれた頃からこれ描けてたんじゃないかな。まあ、まあ、見てもらってね。まあ、みんなも自信につなげてもらえたらと思います。うん、はい。では、早速見ていきましょう。レッツ、チキラー。ですね、私が見つけてきた中で一番今古かったやつ、2-3新本と私の名前書いてある、こちらが私の今持ってる中で一番古い絵です。2のさんって小学生、小学校の2年生の時のやつ。え、これ新本の字？そうそうそう、綺麗じゃん。ね、確かに。本当に中に私の詩って言って詩とイラストが入ってるので、でもこれはやっぱ勝ってる気がする。もう2年生の私にアラサーがそんな強気に取ってくる、勝ってる気がする。まあ、少し未来の少女漫画家の詩が入ってるわけよ。おぉ、まあ、見てもらっていいでしょうか。いいですか？いいよ。じゃん。え、パンダ。パンダは草ばっかり食べててつまらないのかなという。何っすか？私が描いたパンダのやつと、あの、残念ながらね、これ一番いいのは花丸がもらえるよ。丸じゃん。二重丸。私、もらえなかったね、花丸。あ、そんなことあるの先生。でも、ちょっとこのパンダ、あ、照れてるのか。手が黒くないよ、手足が。まだこの頃の私にはそこまでの観察力がなくて。俺と一緒だ。手足が黒くない。ほら、見てみ。目前描いてる。まあこれ。俺と一緒だよ、これ。やっぱ熊はお腹にこう白い輪があると思ってたわ。まあ他にもうちょっと言われてることか。これ私の自信作、花丸。豚。なんで豚は鼻が大きいんだろう。もし水を飲むとき、鼻の穴に水が入っても平気なのかな。ビチャッつって。まあ、もうちょっと漫画っぽいでしょ。漫画っぽい。見てこの作。描ける二人のこの作。確かに。作ちょっと描けないかもしれない。思わないな。しかもなんか汗まで描いちゃってるしね。本当だね。ちょっとこれ描けないかもしれない。まあ、ここがじゃあ私の小児のイラストになっております。はい、はい。まあ、あとこんな感じですね。まあ、あの、全部花丸は燃えたかったよ。まあ、ちょっとでもまだ二人画力的には勝ってる。そうだね。まあ、確かに。気がする。まだまだ。まあ、まだ私の最古の歴史こんな感じです。はいはい、じゃあ次。もうすでに私はですね、小学校多分3年生で漫画作品にチャレンジしておりますので。早っ！早っ！漫画DS 読んで、漫画読んで結構楽しいかもという、カッパシーンっていう作品です。なんだこれ？ダンっていう、ここにキャラクターが紹介されてて、あの、まだ漫画の描き方分かってないから、こっちから描いちゃってるの、なんて。あー。で、これが、主人公ね、カッパカッパ。元気な男の子で、一人キュウリが一人っ子、キュウリが大好き三年に、三の二組。で、これがキュウリ天使。キュウリ天使は何だ？なんかあった時助けてくれる。でもいいやつか悪いやつかわからない。こいつグッズか希望。いとこで、ライバル、一人っ子、三の二組。あー、でも、うまいわ。これ三年生？三年生でこれ書いてるでしょ？で、まだ全然ストーリーでもなってないし、でも、なんだかキャラクター作りだけは上手かったんじゃない？意外と。3年生でこんな設定、あのさ、設定かけてる。見えないよ。なんかさ、やっぱさ、主人公はこういうキャラ。で、ライバルキャラがこう。で、ヒロインがこうで、ちょっと面白い女子がこうっていうのは、やっぱ私日本の漫画を見てきて学んでたんだと思う。テンプルは飛ばすとか、ドラえもん、ちびまる子ちゃん、とかその、サザエさん、そういうとこから来てんだと思う。やっぱ、だから子供がああいうアニメを見るってすごく意味があると思う。なるほどね。っていうのが学べました。
まあ、まだでも待ってんね、二人ともやっぱり。この段階には。若干は俺も勝ててない気がするんだよね。そうだね。バグかけねえもん、そんな。ここで今同じレベル。で次です。小学校5年生でついに本気で本格的な漫画を描き始めます。5年生で友達に交換漫画っていうのに誘われたの、はいはい。で、小学校の話に、シンモと一緒に交換漫画描こうよって言われて、交換漫画でリボンの漫画とかを真似しながら、はいはい、漫画連載を始めます。なるほど。どんなこちらです。私が書いた漫画、こちらです。急に、スマイルボーイズ。カッパッパからすごい急に、これが初の恥の漫画。スマイルボーイズ。スマイルボーイズという漫画を、すごいね。連載しました。ちなみにこれちゃんと漫画の予告もあって、今度の新連載はスマイルボーイズみたいな。K 上の、ちょっと悪ガキの高校1年生、夢に向かってゴーと。すごくない？作者違うと、新元の新ね。よろしくと。すごい。お楽しみに、みたいな。ほら、高校に入ったばかりの K は、自分の夢のため、バンドのメンバーを集めるんだけどって。もはや内容、今と変わらない。しかもさ、体もさ、手足は隠れてる。うまぁ、体。もう手は隠れてるから。うまぁ、うまぁ。ちょっと書けないから、多分ポッケとかに入れて隠してるよ、これ。ただだけど、S 君のサイトを抜いてるから。俺も無理だよ。この体書けねえもん。バランスいいもん。うまい。さ、時代感じない、この、だからさ、サングラスの猿みたいな。わかるとは、この矢印とか、このブーツカットとかね。で、まぁ、どんなストーリーだったかっていうと、もう多分漫画のストーリーもちょっと真面目になってて、まぁ、このスマイルボーイズね。うん、まぁ、連載始まるじゃん。まぁ、4人もメインキャラがいきなり私、扉でキャラ紹介しちゃってんだけど、まぁ、ベースの K 上野くんね、元気いっぱいの悪ガキ。まぁ、ボーカル U 佐々木くん、関西弁でみんなを盛り上げるぜ。で、こっちギターの陽介小川くんね、無口だけどムカつく発言が多いみたいな。で、これ、ドラムのレイター、山川くん。女じゃねえ、俺は男だとよく言ってる、可愛い男。もうこの時点で完全に私ないよ、わかる。これで、ね、現在の私ないよ。確かに。もう今と変わんないよ、ね。確かに。小5の時点でもうやっぱさ、その作風で作られるよ、とか。みんなも覚えてる。小5で今みんなが書いてる。多分それ、この後大人になっても頭痛が出てる。完成してるわ。キャラクターが今私が作ってるキャラと一緒なの。一緒だわ。いや、すごいね。うん、で、まぁ、あ、どんなストーリーだったか、こんな感じのストーリーになっておりますね。もうちゃんと漫画の形式になってる。すごっ。学校に入って間もないある日、ユーアイカーで上野家、ついに音楽室自由に使ってもいいって許可出たぞって、俺のポッキー、ひーって食べてるよ。多分二人が、このケイクのポッキーをね。なるほどね。食べちゃってるよ。ケイ、うちらね、優しいからケイが太らないように食べてあげてたの。キャハ、バレた時用の台本。後ろにこもってるよ。なんか、かっこいいケイ君が太ったら女子が悲しむやろ。へえ、それはありがたい。とでも言うと思ったのか。ひー、これもね、私らよ。これね、違うよ。完結してるやん。あのね、違うよ。これもう私が作品ないよ。今書いてんじゃん、こういうの。確かに。これね、私が書いてる漫画はないよ。これ今。小回りの雰囲気とかも大して変わってない。もう5年生にして漫画家としては大成したってことだよね。そうだね。覚醒してんでもすでに。でも、もうこの時点で私もね、こういう構図を書こうとしてる努力は認めたい。まあこんな感じで漫画はね、進んでってます。まあこんな感じでストーリーは進んで、あ、ここは違うこのやつなんだけど、こっちは見てないけど、これもう、やったバンド結成で続くってなってるね、だから。ああ。これでもさ、実際伝わるじゃん。何やってるかっていうのが、文字が入っててこう見ると。って考えるとやっぱさ、絵は別にそこまで関係ないんだなって思っちゃうよね。そうなんよ。漫画は正直これでも読めるから。伝わるよ。要はもう何やってるかさえ伝われば。いいよ。カメラワークとか、うまいもんね。うまい、うまい、うまい、確かに。あと僕、ここだけ目だけ、歯とか。あ、ほんとだ。こんなん多分今もやってるよ、本当に。ね、なあ。もう5年生にして。やべえよ、もう。覚醒しとるやん。5年生。という感じで、まあ、ここでじゃあ一回ちょっと、私の小学校の思い出終わります。はいはいはい、で、こう次から中学校になります。斎、うん、藤さんと出会ったのが中学校1年生。なるほど。私と斎藤さんは中学校で出会って、中学校3年間もうずっと同じクラスだったから。斎藤さんは私の絵の成長を中学校の間ではずっと見てるよ。なるほど。もしかしたら斎藤の記憶にあるやつが出てくるかもしれない。ああ。1、2個しか覚えてない。じゃあ、まず行きたいと思いますね。はい、ではまず中学校1年生の時。はいはいはい、まずこれエピソードと共に聞いてほしいんだけど。私、入学して早々ね、うん、何をしたかというと、うん、みんなに自分のイラストをコピーして配ったんよ。そうなの？そんなことしてた？最短は覚えたが、私、自己紹介代わりに、みんなに欲しいとも言われてないのに、クラスの人数分コピーしてって、テー
パーですってあげたいよ。やばくない？どのタイミングで配ってたってそんなの。でも入学して早々に。みんなにこう、クラスの人だけ。だけど私は本当に変なやつだったよ、ちょっと。うん、知ってると思うけど。究極の目立ちたがりだった。そうそう。もうだ、あの、ね、小学校の男子みたいな目立ちたがりやだった。そう、そうなんだよね。女子みたいな目立ちたくない恥ずかしいじゃなくて、なんか俺はこのクラスのガキ大将だぜみたいな感じのキャラだった、本当に。そうだね。ジャイアンじゃん。ね、でもオタクだったよ。合わせてオタクだったよ。そう、だからその、なんかその、あれが不思議だったんだよ。オタクなの、だからオタクだから、オタクの、そのなんかガキ大将は何するかっつうと、自分のイラストを全員に強制的に配るよ。でもさ、みんなに知ってほしいけど、あの頃のオタクっていうのは、もっと隠さなきゃいけない時代だったのよ。そうとしたよ。うん、あの、オタクの市民権ってなくて、だからこう内緒にしてたんだよね。全員何が起きたか分かんないって感じで、このプリントをもらってきたなんかすごい堂々としてるから、まあ、それがこちらのイラストになっております。これはね、実は斎藤さんの記憶にないかもしれないけど、もらっております。私ね、そういう経緯でもらった記憶はないけど、これ覚えてる。覚えてる。まあ、こんちは、まるまる。こんちは、こんちはじゃないよ。これが、あの名前、当時のペンネーム、ね、ーです。今撮ってる、当時のペンネームをみんなクラスのみんなに配ってる。やばくない自ら名前じゃなくてペンネーム配る。今とってもとっても毎日が楽しいです。まあ、陽キャだからね。中学入って絵を描く時間が減ったけど、暇あったら描いてます。うちのサークルでは、うちのサークル。サークルなんかあったよ。だって中1だよね。ね、おかしいおかしい。サークルっていうのはね、当時同人賞を出すために、サークルっていうのをみんな持ってたよ。同人サークル。でも私は1個も出したよ。1個も出してないけど、かっこいいから一人でサークルって言ったら。あれ、個人サークル。誰もいない。だっせー。中1だから、こう、背伸びして。背伸びをみんなに配るのすごいよ。背伸びしてよ。で、誰も知らない。オリジ中心でやってるでしょ。オリジって何？オリジナルってこと自分で作る。これからの時代、自分でこの突っ込んで、かっこにゃららってめっちゃ出てくるからね。恥ずかしいけどみんなこれ耐えて、ほんとに。今後よろしく。ではではこの辺で。この色は何でしょう？笑い。丸的には、兄弟。まあその辺はご自由に。いやもうさ、やばい。ディア大切なあなた。こんな、配ったらやばいよ。言ったじゃん。でもこの間の、これ私が昔余ってたこのトーン。ほら。十字架に羽生えてるトーン。でもさ、シンモとこの年でもさ、スクリーントーンを使ってんだよね。みんなにスクリーントーンを使ってる私を見せたかったよ。あと、ツヤベタができる私を。ああ、確かに本当だ、こんなん書いてる。私ね、そんな経緯何も覚えてんけど、うまって思ったの覚えてない。だから多分印象に残る。中1でやっぱこれ出てきたら、うまいんじゃない？うまいけど、こいつマイペースでやばいなとも思った。まあ、私も、今だと、こんなのやっぱり早々に、入学して早々にね、クラスメイトに配るのはやめとけって言いたいよ、本当に。でもその当時にはキャラ付け必死だったから。あいつやばいやつ、このクラスにいるわっていう印象だけが残る。もう一個、中1の時のイラストがあります。けど、うまいわ。これが、こちら、斎藤さんもきっと覚えてる。こちら、覚えてる。中1の時に書いた、合唱コンの、各クラス、合唱コンの時に歌があって、それの表紙。表紙を頼まれたの。やっぱ絵がうまいとアピールしてたから。なるほど。この絵は表紙の絵だったんだ。これ、ビリーブって有名な曲あるじゃん。合唱の曲。それを、私がこう、書いたクラスのために。で、自分が名前書けるよ。この頃さすがにミニキャラを書けんだもんね。ほんとだー。いや、なんかだからもうこれはみんな、もう私のクラスのみんなこれ持ってる。これは覚えてるよ。覚えてる？私これ見て一応歌ったもん、ミニーブ。そう、みんなでこれ持ってくれた。ミニーブ。もはや、中学生の時代に、新本先生の、洗脳先に浴びてこう歌った。これの何が、まあ、いいかって、私的にはもう、絵うまい下手ですもんね。人に絵を見てもらうっていう度胸をつけとくことっていうのは、いいと思う、本当に。まあ、度胸しかない。度胸しかねえよ。これで度胸。これしばらく見て聞いてから、見て。一時、ここで入学して早々に私は、あぴっといたから、この仕事がもらいたい。ある？確かにな。で、ここはピッといたから、絵といえば新元じゃねえとだってこれになったら。なるほどね。そういう意味だよね。自分は見せたくないしね。あ、ピッと置いた方がいいかもね、絵描ける子は。ちょっとこういうクラスの仕事、ポスターに描く仕事回ってくから。うまいなとは思った、やっぱ。で、こっから中2になるよ。中2になって、急激に多分だけど、絵変わってくるよ。じゃあ今がこちら、中学校2年生のやつ。はいはい。こちらですね、もう斎藤に見せるためだけに書いていた。すごいよ、チャンネル。覚えてる？11月7日。これさ、交換スケブかなんか。そうなん、そうなんだけど、聞いてくれ。私、斎藤からスケブ一回も回ってこなかった。聞いてくれ。私も、もう見るせになったの。斎藤と一緒に渋谷に行って、渋谷でね、初めてね、
アニメートに行って、あれね、斉藤もこの当時、絵あんま描かないけど、あの漫画好きだったの、うん、ったあそうなんだ。一緒にアニメートに初めて行っちゃったんよ、二人で。中学生で、そう、アニメートってのがあるらしいよって言って、二人でアニメートに漫画買いに行ったの。すっごい背伸びだったんだよね、そう確かに。で、アニメートのカードを作り、本当のマニアになったって書いてあるから。この当時、オタクってあんま言わなかった。マニアだったよ。オタクっぽい人だった。マニアなんかいたっけ？で、二人でスケブも買ったよ、アニメートで。で、これをお互いに書いて、イラスト書いて、交換っこしようっつって、私だけ書いて。書いたから、一度も来なかった。みんな聞いて、こんなマイペースでも仲良くやっていけるから、あれそういうの気にしなかったよ。私は、うん。私、自分が自分がだったから、うん、自分でさえ見てもらえば、正直最初から回ってこないことは気にしてなかったよ。斉藤さん書いたところで何もしなかったんじゃない？そう、多分ね、書いても見せないし、見るのが楽しかった。多分見る線だったんだよね。まあでもこんな絵になって、少しなんかオタクっぽい絵になって、未だにね、書いてるよ、ここで。あの、まだあの、中小学校の時書いてた、あの、スマイルボーイズを。え、これスマイルボーイズなの？スマイルボーイズのメンバーなの。スマイルボーイズのメンバーがこうなってるよ。スマイルボーイズ。そう、スマイルボーイズ略してちょっとみんなかっこよくなったね。で、ちゃんと目のキャラクターごとに目を描き分けるようになってきてる。ああ、ほんとだ。誰が誰でしょうか。クイズ出してんじゃん。ほんとだ。え、覚えてない。何覚えてない。うめえと思って、ここだけ集中して見ててさ、うまいなーっていう感じ。タイトルにせよダメだけに返した絵だよ。贅沢じゃない？贅沢。なあ。あとでもこういうなんか練習もしてたんよ。デッサン人形みたいなの使った。やっぱ練習をちゃんとしてたんだね。そうそうそう。これが中学生でしょ。そう。もはや超うまいね。手がほら、ここで。ついに小学生の時描けなかった手が。これはさ、あれで勉強したの？あれで、あの、デッサン人形を、ね、持ってた、買ったんや、私これを、うん。あ、じゃあみんなこれおすすめだね。で、やっぱこれをいっぱい模写してたんや。だから、これ、私だってこの他のやつ止められなくて、ここだけサイトより面白いと止められたの覚えてる。あ、そうなの？なんかサイト他のより、これここが一番面白いって私言うた。この当時は、本気で書いた私のより、ここが一番面白いって言って。すげえって思ったらと思う。なんか漫画家の裏側みたいで、うん。まあ、っていう感じで、ここが私の2年生の思い出です。で、こちら、中学校3年生になるとこうなります。うめえ！もうこれは、違うよね。修学旅行を、ね、あの、書かなきゃいけなかった。わかる？あの、修学旅行を、あの、社会の授業。それの表紙です、これ。教祖の表紙みたいな。さあ、これつけてうまかったんだよね。まあ、ここに新本先生みたいにいる。こういう当時から。いる、なんか変なちっちゃいキャラ。ね、ここにもいる。やっぱこれは、この当時私のでも結構本気の全力だったと思う。でも、清水これまで書けない。あと美術部じゃん、あの、選択美術みたいなの撮ってて、そこで一応書いてたイラストがあって、それも中学校3年生の時のなんだけど、当時やったから私輪にはまってたんだと思うよ。ああ、うまっ。今じゃ全く描かないけど、なんか色ついてんね、この辺から。輪にはまってたよ。いや、もううまいよ。これ中3でしょ。この当時はやっぱデジタルができなかったから、全部あのコピックみたいなので、もう圧倒的に負けてるよね。こんな感じで、こういう感じを描いておりました。なんか急にさ、中学校になった瞬間にやっぱ上手くなったね。でもね、やっぱ中学校の変化すごくね、1年ごとになんか上手くなってる。上手い上手い上手い。やっぱあのね、死ぬほど書いてたんじゃないって思うよ。書いてたし、やっぱ多感な時期で、すごく好きな作家さんとかがコロコロ変わって模写しまくってた。あ、ここからが今度ね、高校1年生です。こちら、もうなんかポーズとかさ、手とかもなんかめっちゃうまいじゃん。もう一回絵を描き始めます。ずっと防塵バッパだから、だからずっとテリプリとか描きまくってたよ、その後。ずっと防塵バッパ、俺自超久しぶり、横の人のパース狂いまくり汗みたいな。防塵は気づいたらすごい描いてる間にさ、なんか一枚絵で世界観だったよね。いや、そうやね。なんか文字とかもデザインできるようになってきて、うめ、あとなんか文字入れるから、ほらさあおいで、僕が最高の絶望と暗闇を見せた。年頃ビジュアル系ハマってたね。服装とかもそうだもんね。だってなんか、年頃なんよ。まだスマイルボーイズ描いてる。これスマイルボーイズ？まだスマイルボーイズ描いてる。スマイルボーイズ好きだねー。しんもと永遠にスマイルボーイズ描いてたんじゃない？描いたの？これスマイルボーイズ。これもスマイルボーイズだ。連載したらスマイルボーイズ。ねえ、なんか中1の時はこんなイラストを描いておりましたね。うまっ。なんかどんなさ、パッてやつも描けるなって、ね、いろんなタッチにそう挑戦してる、ね、これは僕の夏休み風に描こうとか、これちょっとこういうちょっとなんかわかる、牧場物語みたいな、そう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 、そういうなんかほらビジュアル系だったり、こう自然系だったり、あ、そういうの、この仕事の広い引き出しは来てる、いろんなタッチとか好きなものを、そうだね、ほら、まあ、でほらポップみたいなのも描いてたし、こういうのも描いてた。あ、これもやっぱりこういうのはちょっと鳥山明先生みたいな雰囲気も好きだったりして、ちょっとね、私この頃はなんかね、アメコミ風タッチ系の漫画家さん好きだったんで、ちょっとゲームイラストみたいな、こういうのか、私あと動物描くのがすごく好きで、動物うまいっていう感じなんよね。あとだからこの辺にも、その当時ね、水彩にもちょっと一回チャレンジしてて、あの一回多分この辺は、これもスマイルボーイズ、これはあのコピ
ピック。これさ、中学生の時。中学生、うん、この辺ほら。これほら、これ年賀状出してるから、ね。あ、これ覚えてる。あとこれ。この当時からね、こういう世界観好きで、やっぱ妖精とか。ジブリ的なやつ。これ覚えてる。水彩に挑戦してるの。うまー。高校生でなんか一度水彩に、これ変なもん、銀玉とかだけどね。水彩にチャレンジをしたっていうのだけは覚えてる。うまい。うまくない？ここで、今じゃ私が水彩のイラストを描くなんて想像つかんけど。つかない。この当時一度やっぱこういうチャレンジもしてるよ。なんかこっちは結構なんていうの、ポップというより感受性豊かな感じの作品。やっぱなんかちょっとファンタジーの世界にハマってあったし、死ぬほどジブリにハマってたよ。あ、そうなんだ。あ、その感じを水彩で出したかったんで。あのジブリの背景の感じとかを私は出したかったんよ。そういう感じで一回、で、購入はね、本当に絵がないの。描かなかったの。あ、そう。そんな一時書かない時期あった？本当にバンギャだったから、もうビジュアル系バンズの追っかけみたいな感じで、ほぼ書いてなかったよ。うん、で、高3からまた書き始める。そんな1年のブランク。1年ブランク空いたら、またガラッと絵が変わったんよ。うん、で、こうなります。何がどうなったの？おかしくない？絵柄がもう変わったんよ、そもそも。完全にさ、でもさ、画力はさ、低下してないのすごくない絵柄とか目とか全然違うからさ、なんか少年漫画寄りになってる。確かに。で、ファンタジーだね、完全に。これもそうなんよ。けど、ブランクは相手もめちゃくちゃうまいな。これが高校3年生の時に描いたイラストなのね。うまっ。まぁ、ちょっとまだファンタジーは好きなんよ、相変わらずのアメコミ感がある。ここら辺のレベルだともう売ってるよね。うん。で、なんかこれとか多分ね、はじめまして新入部員のなんとかです。今がピチピチ3年生、高校になって初めて人前に自分の絵を探すんですけど、どうしようって書いてあるじゃん。新入部員ってのはやっぱ高3になってもう一回絵が描きたいと思って美術部かなんかに入れてもらったの。そういうことで、なんか解放の雑誌みたいのに入れてもらったから、3年生だけど新入部員なのよ。あ、そういうことなんだ。なんだ、じゃあ初めて人前に自分の絵を晒す、いやいや嘘じゃん、何度ももうもらってもらったよ。もらったよ。中1の時にすでにもらってるよ。でもこの部活では初めてだった。高校になって入って初めて。高校生の時このイラスト全部友達に見せてなかった。私やっぱ高校生になってようやくオタクがちょっと恥ずかしいって感覚が出てきて、遅いね。中学で起きろよって。あのね、高1の時はマジで本当割とどっちかとギャルみたいな友達とか、そういうね、古着が好きみたいな友達と仲が良かったから、全然漫画の話とかも一切しなかったの。やっぱ恋愛とかの話、かっこいい先輩がなんとかみたいな、そういう話だったよ。ひっさり書いてたんよ、一人で。で、ここで初めて、だからね、高3になって初めて友達にも見せるよ。自分の絵を。私、漫画家になりたいんだよね、みたいな感じで。そうなんよ。で、こういう感じの原稿を高3になって書きます。まあ、これが高校3年。だってこれ漫画の原稿用紙だしね。ね。あとね、高3の時一番自分が頑張ったイラストは、大学を受験した時、大学受験が、一度美術系を志望してたから、美術のデッサンとかの予備校にも通ったんよ。めちゃくちゃうまいじゃん。これやっぱりもう美術の予備校に行ってた人はみんなわかるし、ブルーピリオドとか見てくれた人はわかると思うんだけど。デッサンね。もう、これは下手なんよ。本当に、あの世界で行くと全然なんだけど、でもこういう勉強もしたい、やっぱ高校3年生の時。あ、そうなんだ。美術の方向に進みたいと思って、改めて美術の練習をしたから、結構ここで本当に絵というもの、漫画だけに限らず絵というものに触れたデザインだったり、デッサンだったり。え、これ仕事的にはどうだった？楽しかった？それとも難しくて辛かった？辛かった。やっぱ辛い。っていうかね、もう美術の予備校辛かった。あ、そうなんだ。もう自分がそこに行って本当にダメだっていう痛感、なんつうか、うまいよ、もう本当にめちゃくちゃうまい人も美大難論もしてるんよ、わかる？え、この人でも入れないのみたいな感じで、やっぱ辛かったし、もうね、やっぱ美術の予備校って明確に先生がさ、公表の時に段を分けてさ、はいはいはい、ランキング付けするのよ。そうすると上段に行くの本当難しくて、いや、なんかもう下段に自分がいた時とか本当辛いじゃん、頑張って書いても。そういうのとかは、でも今もすごくいい経験と思うけど、うん、やっぱここで得た基礎っていうのは本当に生きてると思う。あ、そうなんだ。だけど、楽しかったかって言うと楽しくはない。あ、そうなんだ。書きたいもの書けないしね。辛かったし、やっぱ受験だった自分にとっては。っていう感じ。でもここで私は一回ね、別のその漫画系の大学があるってことを知って、漫画に進みたいって自分で改めて思うよ。で、その時こういうイラストを美術の予備校に行った後にこういうイラストを描いたい。うまなってない？もう背景美術とかすごくなってない？これが多分私ね、大学受験の時のように描いたようなイラストだったの、これ。うまっ。大学受験ってこれイラスト？あ、私ね、結局漫画学科のある大学に進んだから、うん、受験内容が漫画のイラストで良くなったんよ。だから、でもあの予備校で生きた線路たちとかも多分どう見ても生きてるよ。わかる？あのデッサンを一回死ぬほどしまくったせいで線が上手くなる。うまい。うまい。線だけで表してるもんね。トーンとか使わずにね。そうだから生きたんよ。一応やっぱどんな経験もイラストには。っていう感じが私の高校時代の思い出です。で、大学に入ってからのイラスト。
第一の時に書いてたイラスト。これスマイルボーイズじゃない？そうじゃないよ。これは大学になって生まれたスマイルボーイズのパクリみたいな作品なんだけど、これはね、大学の友達と一緒に考えたキャラ。うまっ。こっちをみんなに写してみて、これもシンゴさんの構図じゃん。確かに、これそうなんだよ。これもうそうなんだ。これ SSB なんだよ。ね、構図が。もうこの時からこういうの好きだったんよ。私やっぱこういうの。近くんじゃん。そうだね。あら、まあこれ近くんの元のモデルになったキャラクター。ああ、そうだよ、確かに。これ、これ梅ちゃんがモデルになってる。あ、これ梅ちゃん、近くんは私がモデルになってるから。ああ。で、これがマルシアがモデルになってるから。あ、まあ似てるわ。マルシア似てるでしょ？似てる。マルシアだ。だから、もうこの辺、ほら、私、梅ちゃんもマルシアも私大学の友達だから。で、まあ感じの作品を、まあ書いてました。で、この当時ね、斉藤さんと私また会うんよ。あ、この当時なんだっけ？大学か。そうだね。私が漫画家を目指し始めた頃に、うん、高校ではほとんど一切斉藤さんと会わなかった私が、斉藤さんとまた会い始めるんよ。そうだね。その時の記録があるんよ。斉藤さんと毎日地元のミスドに集まったりして絵描いてたんよ、二人で。集まってたね。もうひたすらさ、一個一個のドリンク頼んでさ、二、うん、人とも別に一緒にいてもあんま喋んない。ずっと描いてる。そうなんよ。で、ちょっと雑談。その当時の斉藤を私が描いてるんよ。二十歳か十九歳だと思う。うん、の時に二人が会って、いつももう地元の駅に集合して、うん、黙々と人生にお互い若干こうどうしていくかみたいな感じになりながらやってた時、私はただひたすら斉藤の前でもう漫画のネタを聞いてたよ。あ、そうだね。で、悩んでる斉藤を書いてるよ、私ここで。これは確か。ただ見てくれ、宇宙人が好きだよって言って、おならうんこベージュトイレ、斉藤なんよ。何も変わんないじゃん。で、斉藤って書いてある。新キャラ、私の新キャラにしようと思って、斉藤モデルにした。こういうね、おならうんこキャラみたいなね、宇宙人好きで。で、こっから、この当時、新元ってもう、チカ君のモデルのキャラは私でいるんよ。いるよ、これ新元って書いてあるの？ここから、斉藤のマコちゃん、SSB のバゼルになる、マコちゃんが生まれるんよ。あ、これがその初代なの？初代、イモコ。初代マコちゃん、イモコ。斉藤イモコっていうキャラ。ああ、確かに。イモコってのはなんでかな？でさ、これ確かイモコってさ、新元が最初さ、ペンネームをさ、さっきやってた時に、中学生かな。斉藤もなんかペンネーム考えなよって言われたの、何気なく。みんな、どんな気持ちかわかる？いや、嬉しいんだけど、恥ずかしいだよ、ペンネームって。どうしよう、ペンネーム考えなきゃ。んでも、キラキラしてるとキラキラしてると思われてるけど、いろんな葛藤の末、イモコになる、ね。私のこの控えめな性格がイモコで、で、これがイモコになる。だね。で、まあ、相変わらずエジプトリーグラマス、宇宙人が好き、トイレが近い。物を考えるときはトイレに困る。今から4月が憂鬱。ずっと変わんないじゃん。ね。部屋に大量の超常現象、字かけてないけど、現象の本があるみたいに。家が犬が好きみたいなね。こう美人で落ち着き合うみたいなキャラを作った。ここでね、うん、完全にチカ君とマコちゃんのモデルとなるキャラが作られる。こんな絵覚えてないよ。これ、千鶴君って言うんだけど、これチカ君のモデルになってるね。新本千鶴君で、これ。で、これが斉藤妹子ちゃんっていう。で、俺会社作るんだって言って、この妹子ちゃんが、じゃあ有名になって、そしたらうちを雇って。今じゃん、今じゃん、今じゃん、これ。今じゃん、違うよ、聞いてくれ。これね、これが私がモデルになって男の子なんよ。これが斉藤がモデルだと女の子、うん。この当時からこの状態なのよ。今じゃん、これ。今夢がそろそろ叶いそうだよ。すごいよ。今やん。私楽して生きたい。もう何十年も何にもぶれてないよ。10年以上前から我々の考え方は変わってないよ。俺会社作るんだ。おー、よろしく頼むよ、私は。みたいな。なあ、本当に変わってないよ。本当に変わらんよ。みんな持つべきものは友達だよ。っていうね、我々のちょっと青春があって。まあ、でも、こっから私は一度ね、大学2年生の間は本気でいろいろ漫画を描いて、もう斉藤さんとその、駅前に集まって、ひたすら漫画描いて、別にデビューしました。大学3年生の時。これが私のデビュー作です。懐かしい、ね。ごめんね、緑くんっていう作品です。これね、一緒のカフェで目の前で描いてたもんね。私が描いてた、ね。あ、そうなんだ。斉藤の前で描いてた。そしたらデビューしてた。ね。すげーって思って。でもね、実はここからが私なりに結構辛い時代が踏まえ、今まで割とさ、ずっと成長を辿ってたじゃん。確かに。こっからはね、あんまり成長っていうのもね、なんかこう、一進一退の時代をずっと繰り返してくる。そうなんだ。私的にね。まあ、この段階ではデビューできたら嬉しさだけど、まあ、こっからストーリーも考えなきゃいけない。まあ、絵だけに着目できないみたいな。なるほど。時代が多分やってくるんよ。ページ数決まってるしね。で、多分いろんな絵を描いて、一回ガチのもっと少女漫画系を目指すよ。うん、で、それがこういう感じのイラスト。ちょっと顎がシュッとした感じの。あ、で、調子も高くなるような感じ。いや、もううまいし、超完全プロの。ね。まあ、こんな感じのイラストを描いたりして。でもなんかね、この当時はいろいろ話とかも、当時そんな感じのイラストとかで、ネームも切ってたんよ、こんな。これ。ああ、ネーム。ほんとだ。こ
んなね。人間ペット依存症だって。うまい。これでもね、これボツになったネームないよ、うん。あ、そうなの。選考会出したけど浮かんなかったネーム。だから持ってきたんだけど。だからこういうなんかね、話を書いてもうまく通んないな、みたいな時とかもあって、こう、絵もこう、なんかこう自分なりにしっくり来ない、みたいな。そうなの。時代を踏まえてて。そういう時があったけど、その後ね、一度なんだか斎藤かなんかのアドバイスで、ちょっと楽しく自由に書いてみたら、うん、みたいなアドバイスを斎藤から受けて、まあ一回それで斎藤と、ちょっと少女漫画に固執しすぎてたな、うん、みたいな感じで、斎藤と一個こう女の子たちが集まる作品を考えるのよ。うんああ。それは未だに書きたいんだけど、こういう私は本当はこういうね、レトロなカフェが好きだとかいう話を、斎藤にして、そこにいる4パターンの可愛い女の子たちみたいに。で、斎藤にこういろんな資料とかをもらって、可愛い女の子のファッションみたいな。そこで私はやっぱね、可愛い女の子のファッションを書くのが好きだって、思うのよ。ね、で、この当時も斎藤からいろいろもらって、自分なりにすごく書いてた。やっぱね、絵を描くのが楽しいって気持ちをね、こう取り戻し始めるよ。それよかった。もう私この時さ、すごい絵可愛くて楽しいのとさ、もうこういう感じで、斎藤がいろいろ資料をくれて、自分もなんかその資料とかを見ながら、斎藤とこういう可愛い女の子たちいいねって話で、ちょっとね、元気を取り戻してくる。よかったよかった。そういう思いから仕事とは関係ないものを書こうと自分は思ったよ。そこで生まれたのが SSB なの。あ、そうなんだ。それが SSB なんだ。私と斎藤が楽しかった日常を趣味で書き始めたのが SSB なの、はいはい。で、その当時はやっぱファッション書くのも楽しいから、もう SSB のキャラはいて、SSB のキャラでいろんなこうファッションとかをこうやって書いてたんよ。SSB だもん。これ結構さ、シンボとかさ、一緒にカフェでいる時も書いてくれてさ。そうなんよ、そうそう。あの、喋りながらただただシンボとが何も考えずに書いてるんだよね。こういうやっぱファッションを書くも楽しさに芽生えてるんよ。仕事になるとは、全然思ってなくて、私は書いてる。なんか、この、生き生きのイラストだったよね、シンボ。そうなんよ、そうなんよ。だからまだ全然 SSB が仕事にはなると思ってないけど、この段階で自分が辛いなと思う中、こう自分のこう、なんつうかな、現状を打開してくれたのが、まあ、SSB だったんよ。やっぱファッション、大学生に、ね、ファッションを私は書きたかったから、女の子たちを大学生にしたんよ。あ、だから女の子たちを。そうすれば、大学生にすれば、いいし、やっぱ少女漫画って今まで高校生が当たり前だけど、やっぱ自分が当時大学生だったっていうのもあって、やっぱそっちの方がちゃんと書けたんよ。で、これ大学の授業中にもうひたすら書いてた。ああ、ほんとだ。こういうのもずっと授業中。体描くのもうまい。ここら辺とかほんと綺麗だよ。で、私はなんか今ここで1個レベルアップしたと思った絵が見てて。わかる？そうだね。やっぱ1回自分の闇抜けて、絵が上手くなったと思った。なんかさ、少女漫画の、あの、連載の頃よりこっちの方がさ、なんか伸び伸び描いてくれる。伸び伸び描いて。なんか微妙なほら、タッチとかは変わってきてても、人物の等身とか、まあ一緒、絵が一緒だ。大きく多分もう今は変わってきてないなっていう感じ、ここまで。っていうもう私の思い出ですね。という感じで今私はこんな感じで作品を、まあ描いています。という感じで、まあどの段階で絵が上手くなったかは、まあ正直わかんないんだけども。いや、最初から結構上手かったよ。もう小3ぐらいからすでに漫画描いてたし。小5でかなりグイッと。そう、行った、行った。人間の漫画描いて、うん、そうね。小5でまず人物漫画。あとね、うん、中学校はやっぱ1年1年が上達だった。わー、いげつないぐらいレベル上がってた。中学校は本当もう、超上手かった、うん。やっぱあの頃は、本当に楽しかった後、やっぱ描くのが。描くのが。なんかね、描くのが楽しかった。なんか、新本はさ、誰かに受けたいとかじゃなくてさ、好きなものに夢中だったよね。そうだね。あのね、ってことで、私がいつも思うのは、なんかこう、総合してみるとね、うん、私、自分が絵が描くのが楽しいってすごく思ってる時期に成長してる。あ、そうなんだ。中学校もそう、小学校もそうですし、大人になったあの時もそうなの、プロになった後も。やっぱり、だから私はみんなにね、絵を描くのを本当楽しく描いてほしいってずっと言ってる。なるほどね。やっぱりその時が一番上達だから、絵描いてて辛い時って絶対あるよ。だけどやっぱ楽しい時の私が上達してるから、ただそこに持っていくのは難しい。私やっぱあの、斎藤さんとかと、やっぱ趣味のものを見つけて、楽しく自分なりに合ってるものを見つけられた瞬間が楽しかった。うんうんうん、自分と合ってるものを見つけるっていうのがいいなと思います。はいはいはい。すっげえいい話だけど、私あそこで自分の夢がさ、社長になったらやっとってよって言って夢が叶ったことが一番嬉しかったんだ。あれマジ、有言実行してっからね。びっくりしちゃった。そうそうやな。マジ、変わってないよな。でみんなには、こういう諦めない絵の気持ちとか、楽しさの気持ちも大事だし、私みたいなイラストを見る線でも、見る線でノートも返さないようになんとかなったって人。そうだな。ここに。交換ノートでノート返ってこなくて一人でやってるっていう人が世の中いるんだから、本当に。それを気にしてないメンタルだからね。だからうまくいったんだよね。全然気にしなかった。
こなかった。なんか私も返さないことへの悪さとか何もなかった。なんで私の上で終わり。罪悪感なし。罪悪感なしだった。まあ、自分に合ってる友達を見つけるといいと思う。まあ、そうだね。気楽に楽しいから、ね。やっぱ孤独な作業だからね、モチベーションが持ちないと続かないよね。そうなんよ。まあでも絵をあと見てもらうのは大事かな。あ、そうだね。私って多分常に絵を見てもらう人がいたんよ、ね。無理やりだけど、こう見せてたよ、サイトを見せたりとか。うんうん、やっぱその、ね、SNS でやっぱ大人になってから発信したりとか。あ、そうだ、SNS もいいね。子供の時は交換漫画して、やっぱ友達と読み合ったりとか。はいはいはい、やっぱだから誰かに作品を見てもらうのも大事だと思うから、はいはいはい、まあ、ぜひやってみてください。はい、で、まあ最終的にどこで勝て、負けたの私に二人は。いや、だからもう。いや、5年生か。小5ぐらいに負けてる。なるほど。小5のあの人間のスマイルボーイズ書いた瞬間に負けた。そうだね、スマイルボーイズは。カッパッパまでが同レベだった。だからカッパにも負けてるかもしれない。漫画描けないから。斎藤哲介はじゃあ今度そのカッパカッパに勝てる。カッパカッパに勝てるように頑張ってください。という方はチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。ではまたお会いしましょう。お会いしましょう。もんくん、しもとしんと。アシスタントの斎藤と。バイバーイ。